旧新井町を中心に湖西市や浜松市に5つの店を持っています。創業は1930年。旧新井町にあるお店は柿小屋最初のお店です。お惣菜コーナーです。うわー、種類が豊富ですね。あ、美味しそう。イカと里芋に。いいね、こういうの。奥の方にも。あ、うわー、中華といえばやっぱり酢豚も美味しいですよね。惣菜を売りにしている柿小屋、地元ならではの揚げ物もあります。生しらすの天ぷらです。しらすは地元で水揚げされる馴染みの食材です。この場所ならではですよね。さらにサラダ、お寿司など種類が150に上ります。お赤飯があって隣が白いご飯、その隣は何かな。カレーです。カレー、炊飯器にカレーですか。あ、本当だ、めちゃくちゃいいじゃん。ゴロゴロしているタイプのカレーです。 100g でいいよ。この時間帯に地元のね、苦しいね、メンバーですし、またその友達とか近所の人たちがお客さんになってますのでね。なんで割とこうフレンドリーなね、お店です。フレンドリーなスーパーいやー、すごく親しみやすいスーパーっていうことが分かりました。惣菜売り場の面積は全体の10分の1を占め、売り上げも一番になります。美味しいですよね。一日のスケジュールにもうこの柿小屋さんは来ること入ってるんですね。はい、あ、それが仕事です。この土地ですと。そうですか。で、おじいちゃんおばあちゃんがよく利用してるところですから、やっぱりここら商店街がなくなっちゃったもんね。だからみんなもう年寄りのもうここしかないと思います。遠くまで行けないし。柿小屋がある旧新井町でも店が減り、遠くへ行くには大変な高齢の人が増えています。はこちら柿小屋ですね。できたのは1930年、歴史がありますね。柿粉というのは鰹節を削ったもので、そこから柿小屋さんから柿小屋が今も残っているということです。しらすの天ぷらも美味しそうでした。それから、中華屋さんで勤めていた料理人さんがいらっしゃるということで、エビシューマイも美味しそうでしたよね。最高。さあ、地元に愛されるスーパーですが、少し離れている方もぜひ足を伸ばしてほしいなと思います。